せーのレイブ氏こんにちはこんにちはこの番組は <laughs> 恋愛作家の店長と疑似恋愛の先生で さらに不安なので石坂さんにも助けてもらいながら、はい、最後までお届けなんか違うな <laughs> お届けします最後までお付き合いください、ね、曲ちょっと硬いんだよね、はい、でえー、っともう、まあ、早速入っていくるんですけど、はい、続いてはメインコーナー恋の妄想でえー、っと、はい、まあちょっと詳しい詳細は、はい、前回のあの収録分を YouTube で見てください、はい、あの前回のエンディングで、はい、まあ今回の流れを説明してますので、うんはい、でこれ。 説明すると我々のしゃべる部分が少なくなるからもうそのままコーナーに入っていくんですけど、うん。<laughs> はい でち,ょちょっと今回、まあはい、大まかな大筋だけざっくり説明しましょうね。はいえっと、今回のテーマが、はい、ちょデートプランで日の出から日没までの彼女とのデート、はい、でデートコースやシチュエーションを盛り込みながらちょっと簡単に言うと小説の、はい、えっと一部分のシーンを切り抜いて、うん、で言葉で表現していくストーリーをそのまま読み上げるよう短いやつ。うんうん まあ、あの漫画で言うと4コマ漫画ぐらいの感じで縮まったやつっていう感じなんだけど、うん、それを、まあ、今回、えー、と石坂さんの方にどっちがいいかっていうのを選んでもらう。はいうん で今回、はいえっと、番組としては10回目の放送で,、はい、でちょっとあの <laughs> 作家も一応やっぱここはきれいに締めときたいなっていう記念すべき回なのでめっちゃ緊張してるっていうオープニングのこの紹介の部分からあれだからね、うん、おかしいからね全部ね言葉がね、はい、じゃあちょっとまあねもうちょっと緊張してるから早めに終わらすっていう意味で、はい、早速一応今日今日というか、まあ、今回の、うんえー、コーナーのシチュエーションを読んでいきましょうね、はい えっと前回のシチュエーションがえっと何でしたっけ、はい、頭が真っ白で出てこない <laughs> 俺も真っ白うちょっと時間もったいないんでえそれから2か月が過ぎ彼女から突然の連絡がありました電話の内容が「今週の日曜日朝からデートしよう」「お互い仕事ばかりの毎日で会うのが夜ばっかりだからたまには太陽の下でデートしたいな」 例えば朝早く出かけて美味しいご飯食べて、はい、ドライブしながら話してお腹を抱えて笑うとか、はい、要するに何かを忘れて思いっきり楽しみたいな、はい。かっこ笑かっこ閉じ<笑> <laughs> そんな彼女のデートの誘いに、あなたはどのようなデートプランを立てますか。はい、最後にデートプランのテーマを説明して、彼女を喜ばせてください。うん、で、まあ、この今のお題に対して、石坂さんは、まあ、もう、えっと、日の出、まあ、朝早く。 がもう一応設定で,、うん 2>, でまあ、2人揃って出かけますよっていうのからスタートで,、はい、で石坂さんから発信してもらうのは「出発」っていうちょっと明るい感じ「はい、あっ、まあ、今から遊びに行くぜ」みたいなね、うん、そういう感じなトーンで出発を行ってもらって、はい、でそこから先は一人で一人二役, <laughs> 役ちょっと表現しながら読んでいくっていう感じなんですけど。はい <laughs> いつもの5倍ぐらいじゃない <laughs> 内容的に <laughs> <laughs> だって俺今回1000 <laughs> 1200 千二百文字ぐらいだからね。五倍どころじゃないね。五倍十 <laughs> 倍ぐらいやってるね。いつもなんかあの短い文章で、はい、あー滑ったなーとかちょっと受けたなーとかって思うけど、はい、今回どんな感じになるのかなってちょっと不安だよとっても、ね。長文読むの緊張するね。緊張する。もうね、まあ、まあ、はい、そう、そういう感じでいきたいんで、はいはい、で、ちょっと俺も今足と手が震えてるから、あんまりなんか長く持ちたくないんだよ。俺お前こう持ち手が震えてます。で,でしょ。でもう先生が準備できた。 ってったら、はい、早速ちょっともうおわりの方に入っていこうかなと思うんですけど、はいはい、どうですか、準備の方は。オッケーです。<laughs> <laughs> 何このちょっと明るい感じは、<laughs> <laughs> なんか若干気持ち悪いけど、まあ、じゃ、大丈夫ですね。はいはい、はい、じゃ、一作さんじゃあ、えっ、ー、と、いつも通り、えー、最初の発信する言葉。をお願いしてもよろしいですか。はい、はい、お願いします。いや、出発。 彼女の明るい声を合図に2人は歩き始めました朝晩はだいぶ涼しくなったこの頃の清々しい風を感じながら朝食にサンドイッチとコーヒーを買い近くの公園へ向かうことに公園では子供の元気に遊ぶ声や犬の散歩をしている姿などほっこりする光景にコーヒーを飲みながら2人も自然に笑みがこぼれます公園を出て 朝日のさす心地いい空気の街中を何気ない話をしたり気になるお店を覗いたり彼女に歩幅を合わせながら当てのない散歩をしています気がつくと日も高くなり少し汗ばむぐらいに時計を見るとお昼時散歩中に2人で見つけた雰囲気のいいお店でランチをすることにしましたランチも食べ終わり お店を出ると外はすっかり暑くなっていたため近くにあった海の見えるカフェへ行くことに最近読んだ本の話好きな番組の話飼っているペットの話さっき食べたランチの話などはしゃぎながら楽しそうに話す彼女僕も話を聞きながら彼女の笑顔に胸が温かくなり幸せな気持ちに包まれます 時間はあっという間に過ぎ夕方になっていましたカフェを出て近くの海へ移動し海辺に映る夕日を眺めながら二人並び腰掛けますそこで彼女から「今日はゆっくりした一日だったね」それに僕が答えるいつも仕事で忙しくて頑張っている石坂さんに たまにはスケジュールを決めないでゆっくりした時間を過ごしてほしかったんだ。今日一日過ごして思ったんだけどこれから先お互いおじいちゃんおばあちゃんになっても今日みたいな何気ない一日を一緒に楽しんでいきたいなって思ったよ。石坂さんはどうかなそう話す僕の顔を見て彼女は微笑みそっと肩を寄せつないでいた手を握り返してくれました。 じゃんじゃんで終わりです。で、おおって言ったら俺全然あの文章が頭に入ってきてないんだけど。読み切った。あの読みたかった感をま伝わってきました。俺も内容は全然自分のことが頭でいっぱいでもうあれなんだけど途中緊張しすぎて何回も笑いそうになりたかった。あでもよかったんじゃない。なんかちょっと本っぽくなかった？小説っぽくなかった？そこに寄せた感はちょっと感じたね。それを意識して作りました。 結構もう今の現段階で、なかなか時間来てて、はいはい、えっと、なんかまあ補足的なものがあれば。ああ、まあ、そうですね。あの最後に一応最初に説明したと思うんですけど、テーマですよね。うん、テーマはノープランです。ノープラン。はい、うん。そのままだな。はい。それはなぜかっていうと、うん、まあ。 最初の説明でやっっぱり忙しくて会えなかたんだよね2人とも彼女も疲れてるだろうと忙しい中楽しみたいって言ってくれてるけどあっち行ったりこっち行ったり連れ回すのもあれだからゆっくり回ってみようかっていう感じのスタンスで始まるみたいなそれを込みで考えて作りました。 薄いな今頭真っ白なっていうかあれだってなんか補足でこんな話しようと思ったけどなって思ったんだけどでもあの前回の海遊さんのメッセージよりかは全然読めてましたよ海遊さんこの後どんどん送ってくださいねぐらいの感じでなんかもう小学校が小学生がんか作文読んでるみたいな感じで恥ずかしいけどねじゃあ大丈夫ですか一応今の感じで補足はもう一旦切りますよはい 大丈夫です、はい、じゃあ CM でーす、はい、ハーレー・ダビッドソン沖縄にハーレーカフェがオープンおいしいスイーツを食べるならハーレーカフェツーリングの休憩所にハーレーカフェハーレー見るならハーレーカフェ沖縄カレーグランプリで優勝したカレーもメニューに登場今すぐハーレーレカフェゴーお母さんの幸せ それは家族の幸せ心からの手当てで心からの医療をアイレディスクリニックは小さな命を守るために早産ゼロを目指します。 ギノアンヒルズ通り救命デイゴ通りにはいろんなお店がショッピングカフェ飲食雑貨そして絶景の夜景スポット新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り普天間宮から伊佐交差点へとつながる坂道宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね はい、えー、CM 明けなんですけど、はい、ちょっと、あのーはい、CM 中にいろいろと頭の中整理してる感じなんですけど、はい、全然整理されてないんで、はい、まあとりあえず手と足の震えを解くために <laughs>、あのー、もう早速入っていこうかなと思います <laughs> これ、読み終わるまで震えは止まらないですよ。ですよね <laughs>。なんか変な呪いにかけられてる感があって、<laughs> はい、ちょっと居心地が悪いですよ、このブースの中が今日とっても。<laughs> だから、ちょっと早速もう終わらす感じで、はいえっと、石坂さんじゃ、 おすいません <laughs> えっとで今出発って入って実際ちょっとあの緊張してるんで <laughs>、はいまあ、ドライブのシチュエーションから中に入っていきます <laughs>、はい、<laughs> えー、彼女えなんでこの曲知ってんのこれ私が大好きな曲嬉しい自分だろう彼女やるじゃん 自分じゃあラボホでも行くか肝 <laughs> <キモ> <laughs> そんな会話を交わしながら僕は目的地へ向かいました手が震えてるよ大変だよで <laughs> えっと自分はい到着ここはずっと飲んでみたいって話していたトロピカルタピオカが置いてるお店だよ彼女なんでタピオカが好きってまで知ってるの自分好きな人のことは何でも知ってるよ彼女うんストーカーですか そんなな会話をお二人はししがらお店に入りました <laughs> メニューを見ると本日は完売の文字に彼女の表情は残念そうだけど僕に気遣って別の飲み物を見てこれおいしそうって言ってくれましたそんな彼女を見て僕は出ようと伝えお店を出ました予定していたデートプランが崩れるぐらい真逆な方向だけど彼女に喜んでもらいたくて別のお店へ向かいました お店についてメニューを見るとトロピカルタピオカがあることを確認した彼女は嬉しそうに言いましたありがとう私は店長のこんなところが大好きだよと言ってくれましたその後、嬉しそうに話してくれる彼女を見てさらに嬉しくなりタピオカが鼻まで上がってきて苦しむ僕を大丈夫と真剣に心配してくれる彼女の行動に幸せを感じましたタピオカのお店で 軽く食事も済ませその後二2人で楽しく会話をしながら海岸沿いをドライブしましたそんな楽しい時間もあっという間に過ぎそろそろ日が暮れるタイミングを狙って僕が好きな海へと彼女を連れて行きましたで海のシチュエーションですね次ねで海についてあてもなく砂浜を2人で並んで手をつなぎながら歩きましたしばらくお互い無言のまま歩いていると彼女から僕に話しかけてきました彼女 ねえ例えば今日が人生最後の日とすると店長は何する自分僕はマナリンを <laughs> 最後まで笑顔にしたいな <laughs> ちょっとよこれだめだこれいれんけどなってごめんなさいで、えー、っと戻ります、えー、彼女ありがとうなんか幸せだなこんな感じで思ってくれる人がそばにいて自分 穴に入りたいぐらい照れるから自分の話はもうやめよう。<laughs> マナリンは最後の日は何する彼女私はこうやってただ店長と並んで座っているだけでいいよ。自分俺はモグラになる彼女バカなの <laughs> 自分バカじゃなくて照れてるの <laughs> じゃあ打ち上げ花火1つだけなんだけど最後はこれ見て帰ろう彼女わー花火なんか夏らしくていいね。 自分じゃあ火をつけるから離れていて彼女は嬉しそうにはーいと言って僕から離れた僕は彼女が離れたことを確認した後に花火に火をつけた勢いよく導火線は火花を散らして打ち上がる花火を僕は彼女と並んで眺めた彼女あカブトムシだきれいねえなんでカブトムシなの自分実はこの花火は特注で購入した花火なんだ 今回ののデーートプランのテーマがカブトムシなんだカブトムシをテーマに選んだ理由が2つあって1つはカブトムシは甘い蜜に誘われる2つ目が甘い蜜がないと死んでしまう今日のデートは甘い蜜に誘われたカブトムシは蜜がなくなってしまうあ蜜が <laughs> なくならないように大切にするつまりこの先ずっとそばにいてくれるように大切にするをテーマに デートプランを立ててみました。どうだった？彼女、少し照れた表情で彼女が言った。点数つける分だったら八十点ぐらいかな。カッコ笑カッコ閉じ。自分ありがとう。これからもずっとラブラブでいいようなです。ねえー、おい、おい、おい、大丈夫かこれ。<laughs> ああ、こんなに真剣に考えてこのクオリティか。大丈夫かこれ。ああ。 どんんだけ笑いいこらえさせるの <laughs> いやなんかねちょっとねあの,あのなんだろう、あのーまあ、補足の前にこれで表現したかったのは自分自身が女性とデートする時って尻に敷かれてるんよ、ね <laughs> うん、基本的にね、うん、ななんかあのあちょっと明るい感じでそうかっこよくじゃなくて、うん、もう鼻の下伸ばしっぱなしの状態で彼女にひっついて歩いてるみたいなねでそれを表現するためになんかいろいろとこの会話の中に自分を表現してみたおきさん、うん それで冗談のちょっと言い合いみたいな。もうだからもう俺常にあのテレあのデイデイしてるようなもうちょっとてーっていう感じがするその説明がないからどうしたと思いましたよれ、ね<ー> <laughs>。いいからちょっとちょっともう手が震えてる補足まで喋って。喋れる喋るよ。で今回の補足です。うん、えっと、はい、まあ、うん、一番最初に置いたものが、はい、石坂さんが好きなタピオカ。はい 持ってきてまた細くなリサーチしただろちょっとドヤ顔さしてであの加工書きでドヤ顔って書いてあるからなんでタピオカなのかなとで次に自分がちょっとアピールポイントとしてはせっかくデートプランを組み立ててきたけどいざこのお店に行ってで実際石坂さんが飲みたいタピオカがなかったでそれにそれに せっかくねこんなに練り込んだデートプランを崩してまで彼女を優先にちょっとデートプランを立て直したっていうのもう彼女はないから本当だったらタピオカ飲んで次別の場所行ってそのあこうやってああやってっていろんなプランがあったんだけどあえてそれも崩すぐらい時間がかかってしまう別のお店に向かうと。ででもももうそそれれは 彼女が大好きなタピオカを食べさせたいっていう飲ませたいっていうありがとここにちょっとあのなんていうかなあのなんななんんていうのまあなんでもいいけどでちょっと頭がバッてリーもう言葉が出ないんですけど遅くまでちゃんと考えてたね一応一応はね思いを込めて俺遅く考えとけばよかったなちゃんと思いを込めて一応作ってるんでで最後に持ってきたのがまああの二人の掛け合いなんだけどえっと とね、最後のやつで、はい、最後のまあ人生最後の日に何する、うん、でここは自分が言われたいセリフ、はい、まあこうやってただ店長と並んで座っているだけでいいよ、うん、まあ何もいらないからあなたがそばにいてくれればいいよっていうのを自分が一番言ってほしいセリフで,、はい、でここは自分がなんかあの言ってほしいセリフを置いて、はい、でその後に最後にこのテーマを説明する時に、うん、まあ今回の「 デートプランでも何でもそうなんだけど、はい、結局最終的に自分はあなたをを中心に全ての物事考しかうまああなた以外のことはちゃんと考えてないですよ、はい、みたいなまあもう自分を犠牲にしてでも彼女を幸せにしますよっていうのをちょっとアピールしたくて、うん、最後ね何て言うかに引っ付けてちょっとテーマを説明しました。はい それがテーマっていうことだで。カブトムシは甘い蜜に誘われる。で、蜜は石坂さんを表現していて。はい、で、それその中で、うん、まあね、あのさっき説明したやつを、はい。 なんか <laughs> 説明頭が回ってない言葉が少ない言葉が <laughs> 言葉が少ないで <laughs> ま,まあなんで大きく言うとね大きく言うとねもう手も触れてで文章もあの入りも悪いしところどころのなんか感覚も悪いしい、ね、なんか学芸会の主人公終わった気分だ終わった気分 <laughs> <laughs> ちょっと安心してるけどまだ足の触れが止まってませんみたいなね余韻 <laughs> <laughs> が残ってるみたいてな まあ、店長も一応そんなな感じな補足ですかね置きたいっていうか、はい、ここを強調したいっていう部分を最後補足で喋ったっていう感じですね、はい、店長は。はい、で一応ちょっと、まあ、長文なんで、はい、石坂さんにじゃすぐジャッジできますかっていうのを聞いて、うん、まあ大丈夫であれば。 まあ、ここで評価をもらおうか、なャッするかどうかをジャッジしてもらう。そうそうそう。どうです、石瀬さん、ちょっとお互いちょっと長い文章の中で。これ、選べそうですか。これはちょっと時間。あ、うん、その感じがいいですけど。あの、収録終わって、放スの中で、ちょっと、あの、多分お互いアピールしたいポイント。ごちゃ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 喋らずなんで。じゃ、あこれはちょっと持ち越しね、えっと、次週なんですけど。 次週は、えっと、まあ、毎回、この構成でやるかっつったら、やらないです。もう身が持ちませんよ。あの、お金稼げなくなるんで、こういう感じはもうしません。多分、仕事しなくなります。できなくなりますね。次週は、またいつも通りに戻して、で、コーナーの頭に、えっと、まあ、今回の。どっちを選んでもらうの、ジャッジを、石坂さんに答えてもらって、で、いつも通りのコーナー。 この原本も石坂さんに預けてゆっくり見てもらって、はい、もう手書きのラブレターをお渡しして多分今日はずっと笑いが止まらなかったはずだし、ね、<laughs> 俺らの緊張も伝わってたはずだし俺なんか向井治からずっと笑われてるよ向井理はあれ狙ってるようにしか思えなかったんだけどの狙てないですよ <laughs> やっぱもう時間があと3分17秒なんでそのままもう曲も入れずにエンディングの方にいきますでいっとまあいつもだったらそろそろ時間も迫ってきましたっていう感じで入るんですけどもう今日そのままなしでエンディングいきますみたいな感じでいきましょうねえ一応次回は普通に構成します番組の方はで次回のテーマがえっと喧嘩ですねカップルの嘩はい ちょっとニュアンス的なもので言うとお互いそんなに悪いことはしてないけど、はい、ちょっとしたすれ違いで喧嘩になってここを逆に意地を張って喧嘩し合うじゃなくて、はい、男の方から折れて、はい、彼女と仲直りするようなシチュエーションを設定して、うん、でこの仲直りするせこのセリフを考えてきてもらう。はい うん彼女の起源を直しながら回復できるような。うん ちょっと甘い言葉もかけながら思いも入れながらみたいな感じで改めて、ちょっとねああいうトムシじゃないですかうるさいよ、かトムシも触れないで俺足の触れなかなるからもういいよ、かトムシはしかも終始、石坂さんに笑われてたらっていう印象しかないんだけどな、大丈夫かなこここれ笑笑ううとととろかなな思いいましたよ <laughs> あれはみんな笑うと思いますよ <laughs> うで。でもなんか恥ずかしいよ。言わないでもないよ <laughs> ちょっと突拍子もなかったからで。でもなんかあのあれなんだよな。<laughs> 俺を表現したかったっていうね <laughs>、うんうんうん。でも良かったですね。あのなんかそれぞれ全然あの色が違うなっていう。うんまあ、まあ色が違うからね <laughs>、うん。 で逆にちょっと判定は難しいのかなってな、ね、何を基準にっていうのがちょっと難しいから、ね、俺が読むよりかは文章を心の中で読んでもらう方がまだ思いが伝わるのかなって俺でちゃんとこのセリフに「彼女の部分、うんはい、自分の部分」ってちゃんと「カッコ書きでやってるんですよ「カッコ自分」って書いてあるねあでしょカッコ彼女って書いてあるいでこれ読みながら混乱してから「<laughs> あいこれ彼女のセリフだった」とかよなんか感情込めにくいさ。<ー>なさかパッて「あこれ自分のセリフだ」次は俺これが難しそうだなと思ったから俺 あんまり間セリフ入れなかったんだよ <laughs> <laughs> 今回はシチュエーションにこだわるっていうよりかは、うん、この二人の感じにこだわりたかったっていう,そうだ逆だな、うん、俺シチュエーションになってんのかな自分を表現したかったっていう、うん、まあねあのー、もう一応公共の電波使って流れてるから、うん、まあ店長っていうのはこういう人ですよ いうのをあえて表現したかったなっていうねそう古のリサーチまでして <laughs> つけるの古足は古足は余計だわあ<ー> <laughs> また今日もピンポイントに石坂さん狙ってまたやってるな <laughs> 前回終わりマキアに行ったでしょちゃんとブース出るときにちゃんと石坂さんに合わせて今回テーマ作ってくるからさ <laughs> 俺ちゃんとこのストーリーの主人公になりきってやってるんだけどね <laughs> <laughs> いや勝ちたい勝ちたかったよあの時はよでももう今勝敗は別に関係ないな <laughs> もういいよ勝敗 なんか呼んで終わったからこの調子であと1時間ぐらい喋れそうな <laughs> <laughs> これを特得にするかぐらいであと5秒だねちょっとまた来週も楽しみにしててください <laughs> は,い, <laughs> はーいさようなら。<laughs>